フリーレンってマジで有名だな。その時の相手も七宝剣断頭台のアウラだ。断頭台のアウラ、あら、かわいい、かわいいじゃん。なんだこのクグツたち。知った鎧がいくつかあるね。これ死んだやつ？アウラ。これ全員殺したってこと？首がないからな。断頭台のアウラってもしかしそういうこと？早々のフリーレン。80年ほど前に初めて表舞台に姿を現し、あなたは優秀フラグすぎるだろ。魔力自体はそれほどでも。おお、フラグじゃない？めちゃめちゃ。せいぜい合わせて100年程度。しかもラスボスじゃない。ちょっと待ってくれ。魔力以外に私は500年以上生きた大魔族だ。アウラ、お前の前にいるのは1000年以上生きた魔法使いだ。やばすぎる。かっこいい。アウラ、自害しろ。自害しろ。ありえない。この私が。言うこと聞いた。ちょっと待って、強すぎるって。なんか久しぶりにこんな熱い気持ちになったな。僕が小学生だったら、アウラ自害しろをどこかで使いたくて、ね、ネットとかで嵐に会った時に、貴様自害しろって書き込みまであったぞ。いや、ミームになるわ、これ。え、あの、オープニングのあの人ってさ、アウラだよね。あの、最後ににやーってしてんの。あ、あれも違うんだ。え、待って、アウラって出てきてねえの？オープニングに。別人だ。なんか、似てるような気がするけど、暗くてよくわかんない。ピンクっぽいな。あれ、別人なの？え、アウラ出てないの？また隠せるな。オープニングにいいのかな？ちょっと探すわ、僕、一回。いや、もうだってさ、あんなさ、おもろい。人気投票2位。アウラ？確かに、このインパクト、この負け犬感、そして可愛らしさ、忘れられないな。めっちゃ可愛いよ。え、あれ、死んじゃったの？君はいなくとも、もう違うんだ。え、待って、いた？今いた？え、どこにいたんだよ。気づかれ。え？もう、あれ出たぞ。ちょっと待って、いなかったんだけど、いたんか？あ、これオープニングに出てきた。アウラより目立ってた、このリング。ああ、